いや、素晴らしい社長でした。本当にご協力ありがとうございました。これからはね、僕もちょっと気をつけてしっかりネクタイをね巻いて出ようと思ってます。社長に影響されてお見それいたしました。今回の社長は結構控えめで静かに皆さんを導く、そのスタイルがお釈迦様のようだなと思いましたね。もうその後ろついていきたいなと思わせてくださる。そして京都が舞台ということで、私もとっても楽しませていただきました。スタジオもめちゃくちゃ盛り上がりました。ぜひご覧ください。どうも、お手伝い芸人のミサイルマン西大です。本日もまた素晴らしい社長のお手伝いさせていただきました。今回はですね、ずっとちょっと関東が多かったんですけども、こちら関西の京都でロケを観光しております。やっぱりね、まあ、僕はもう大阪の芸人ですので、もう関西来た気楽、もうねマネージャーから東京行きのチケット、新幹線のチケットもらった瞬間に僕手震えてくるんですよ。東京でロケやっていうので、今回関西ですので、もう気楽に楽しくやらさせていただいております。そして東京からのスペシャルゲストの方が来られております。顔が小さくて美人のあの方が出てくれております。果たしてどんなお手伝いなのか、どんな会社なのか、こう見たい。